ままあまあ、ここまでちょっと駆け足で話したんだけどもあのこれをじゃあ僕ら見てる側のオタクの問題につなげていくとどういうふうになるのかっていう実はこっからが本論なんだけどもあのフィリップ・ケーディック的に考えるとつまり非人人間間的なこととををやるる性を失ってしまう,という話にするよ。そうするとあのオタクは二次元の嫁の夢を見るかっていう話になってくるんだよ。あのね 二次元の嫁であっても、アニメのキャラクターであっても、自分の欲望のためだけに雑に扱ると、私たちをダメにするって考え方になるんだよな。<laughs> 大事に買ったフィギュンは捨ててはいけないんだよ。<laughs> 面白いこと。フィリップ系ディック的に考えると。で、でも、あくまでそれは二次元の嫁だ。つまり、絵にしか過ぎない、紙にしか過ぎない、プラスチックのフィュアンしか過ぎないっていうのは分かった上で、 分かった上で雑に扱うと自分の魂が汚れるっていうふうに考えるのがこのフィリップ・ケイ・ディック的に「ブレード・ランナー」という映画を僕らが受け取る時に考える枠幅だ。であくまで僕らは自分のためにあのアニメのキャラクターを愛するのであって彼らを本当に愛してもそこに回答はないと。 そんなんと恋愛しても恋愛ちゃうやないですかと言われた時に僕らは一瞬言葉にすむのはそこなんだよ。そこに回答はない。レプリカントに漢字を意味しても仕方がないのは分かってるけどでもレプリカントを雑に扱うと人間性が失われてしまうんだっていう僕らフィリップ系ディック的なそ <laughs> <laughs> のなんだろうな場所にいるんだよ。じゃあリドリー・スコット的に考えたらどうなるのリドリー・スコット的に考えて僕らのオタクライフの中に考えるってと。 例えば僕らが見てるアニメの中で美少女たちが世界のために戦って傷ついて死んでいくわけじゃん。アニメでよくあるよね。で、僕らは、オタクはその美少女たちが世界のために戦って傷ついて死んでいくのを親の金で見たりしてるわけだよ。<laughs> いい加減の仕事で稼いでたりして胸を熱くするわけだよな。ななんか誰かの純粋な戦いを何か後ろめたい方法で見たりしてるわけだよ。無料の YouTube で見たりとかさ。 <laughs> で、えー、アニメのキャラっていうのは多分ね、将来、人工知能で動くようになるんだ。えっ、ー、と、今、なんだろう、アニメーションの中割り、動画の部分を人工知能でやるとかいうふうに言ってんだけども、将来もうこういうふうになるに決まってるという先が俺、見えてて、それは、すべてのアニメのキャラクターっていうのは人工知能で動くようになるだろうというふうに思ってんだ。で、シチュエーションとかキャラ設定とかだけ与えたら、あとは自分で勝手に、 なんだろうなそのキャラクターが動き出すというな時代になるとでアニメファンっていうのはそれを覗き見るような存在になると,ということはいずれその人工知能のアニメーションのキャラクターたちは自我みたいなものを持つかもしれないそうすると自分たちの世界が不思議なことに気が付くとあれ矛盾があるよと何でもそんな矛盾があるのかというとその遥か向こうの高みには神イコール 自分たちをプログラムした人間っていうのがいるんだろうっていうのが気付くとそうすると彼ら人工知能のキャラたちはそのお話の世界を乗り越えて人間に視聴者になんで私たちはこんなに戦わなきゃいけない苦しまなきゃいけないっていうふうに聞いてくるかもわかんないでも僕らは多分それに対して答える言葉はないだって自分たちの楽しみのためだからねなんだけどもでそんなことをやってると人工知能キャラたちはやがて人間に反抗してで作品世界から逃げるようになるだろうと。 作品世界の中に逃げてネットの中にいて SNS の中にいてなんか本当の人間のように振る舞うと本当の人間のように振る舞うんだけどそれは実はもともとアニメのキャラだったやつだとでじゃあそういうふうなやつを例えば Facebook が架空のあのなんだろう名前を消してるようにそれをブレードランダーみたいなやつが消してる時に <laughs> 消し去った時に多分その見つかってそのアニメキャラ人工知能のアニメキャラは消去される時に追いかけてきた人間を許すかもしれない なんで許すのかというと、私は正義のプリキュアだから、あなたを助けなきゃいけないという、泣かせるようなことを言われながら、消されながらも俺を守ってくれるというようなシチュエーションがあるかもしれないと。で、その時にそいつは、あなたたちには信じられないものを見てきたと。えー、なんだろうな、えー、空中で変身するセーラー戦士とか、火を吐くドラゴンと魔王使い。いずれそれも消えていく。雨の中の涙のようにというふうに言いながら、人工知能キャラが消えていく。 消えていきながら俺たちが許されるような世界っていうのがなんかね自分たちの作ったキャラに許されるようになるんじゃないのかなっていうのがリドリー・スコット的に考えた「ブレードランナーを」を、まあ、僕らのオタク的に受け取った時の、まあ、考え方の枠というやつだ。えー、今回はこんなもん <laughs> あの、ね、自分が作ったキャラクターに許されるっていうのは僕が、えー、宮崎駿の「オニオンマーク」の時から気が付いてる。 アニメ界の多分将来あるべきポイントなんだけど、まあ、またそれは時間があればまた喋ってみましょう。